ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日いただいたレターのご紹介です。自己主張を全くせず合わせることだけをする相手に心地よさを感じるのは人間心理として普通ですか、っていうお便りですね。合わせることだけをする相手が心地いいってことは、自分に合わせてもらっていて心地いいっていうことなんですかね。これはね、ちょっと意味がよく分かりにくいし、多分ね、細かないろんな感情がいろいろあると思うんですよね。ですから、これ普通ですかというと、ちょっとこうやられると普通の人は居心地悪いんじゃないかなって思うんですけど、このレターいただいた人のね、心境が一体どういう心境からこうやってきてるのかっていうのが分かりにくいので、これはもしご自身がね、いろんなことで悩んでいらっしゃるなら、カウンセリングにね、かかって、その中でこれも人とね、ご相談されるといいかもしれませんね。その方が、あなた自身をこう全体的に捉えられるので、カウンセラーの人の、感想っていうのも、間違った感想でない可能性が高まりますので、ちょっとね、ご相談されるといいかもしれないですね。なんかのね、病気っていう、病名はね、つかないと思いますけれども、なんか心理的にどっか、なんかつまずいているところがね、あるのかもしれないので、もしね、余裕があれば、カウンセリング受けてみてください。今日はこの辺で、ちょっと前までね、2時間くらい前かな、雨降って雷が鳴ってたんですけれども、今はどうも雲切れてるみたいですね。星出てるのかな。これから、帰ろうと思って、雨が上がって、星でも眺めながら、ちょっと帰ってみましょうと思います。それではまた。